みひろのこと始まるよ。アニュースや、よろずんチャルチネスや。よぎぬん、新大久保へ。わっさよ。わからん、わからん。みひろさん、めちゃくちゃ韓国語喋ってくれてるんですけど。いや、だってもうそういう場所じゃないですか、ここは。そうなんです。うん、実はここ、今ですね、新大久保の方来てます。はい。新大久保にやってきました、うん、すごいなんかいろんなお店がたくさんあって楽しい。すでにもう楽しい、うん、なんか、うん、ちょっとそれっていうのも、よくデザートが韓国から来てるみたいなのあるじゃないですか、うん、流行ってるデザートが。あるある。ダルゴナコーヒーとか流行ってましたからね。なんかみんなでその作って、自分で作ってっていう感じでダルゴナコーヒーバズってましたよ、うん、それも韓国から確か来てる。なのでちょっと次来るのをこのみひろのもとのチャンネルで探して見つけて、そのデザートとともにバズりましょう、うん、わ、最高じゃないですか、うん、バズるっていう言葉大好物ということで、はい、探していきましょう。これはね、もうみんなねピューって伸ばすって食べるやつはね、もうずっと流行ってましたからね。ちょっとあ、僕のあれ言っていいですか。はい。僕の希望。お、座りたい。ちょっとした僕の心の叫びで、ね。みひろさん、なんか上におしゃれな2階。ちょっと行ってみましょうか。行ってみますか。なんか可愛いっぽいし。時代は。ねえ、見て見て、ヤンニョムチキンとかある、食べたい。辛いやつでしたっけ。うん、ちょっと辛い。甘辛い。混んでるかな。おいしそう。見て見て。え、何？瓶にチョコ塗ったことある。うわ、めっちゃうまい。嘘やん。どういうこと？ムキムキシェイク。ムキムキシェイク。行ってみようか。はい。韓国ミックスコーヒービーンズ来たー。なんかね、すごい冷たい。なんか絹みたいだよね、これ。すごい謎なんですけれども、早速いただきたいと思います。チャルモンケースミニです。え、量はかき氷みたいな。ちょっと食べてみないと分かんないですね。冷たいよ。でもすごくキンキン。わっ、ふわふわ。かき氷かな。でも知ってるかき氷の食感じゃない。めちゃくちゃふわふわ。なんか綿あめ食べてるみたいに、なんかすぐ溶ける。この、あ、来た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 。わあ組み合わせやば。ありがとうございます。これ何ですか？これはね、チョコボムヌテラシェイク。ビッグサイズ、うん、で、この真ん中の唐揚げが、はい、チェジュ島火山岩ハニーバターチキンです。やばい、真っ黒だよ。確かにね。どんな味だろう。でも今甘いの食べてるから。これちょっと癖になるかも。他のかき氷じゃないもん、食感が。だって、このかき氷、2年前に売ってました。え？ 2 年前に売ってました。2年前？ 2 人前。あ、2人前？ 2 人分、はい。確かに大きいね、これ。あ、生クリームも濃厚。マシッソよ。美味
しいです。めっちゃ美味しい。私こういうインスタ映えみたいなかき氷食べるの初めてです。食べたかったの。どうする、もう流行ってたりして私疎いからあの最先端と思ってるけど、みひろあのかき氷昔からあるけどみたいな。かき氷も流行ってるじゃないですか。うわ、あ、ん？何味これ。なんかちょっとなんだろう、でもなんかなんだろうおいしいよこれ。何味か伝えられないんだけど。チキンいただきます。ハニーだ、ハニー。あ、でもなんかちょっと炭っぽい感じもする、味が。苦い。苦くはないけど、ほのかになんか、あ、なんか炭っぽい感じを感じる。でも基本甘い。ハニーバターなんで甘いです。これはなんだ、うん、大根の酢漬け、すごくさっぱり、お口直しにいいねこれ。うん、森ダンスさん嬉しい。キャベツ、なんかオーロラソースっぽい、マヨネーズとケチャップみたいな、そんな感じ。韓国最高。チーズボールカップ美味しそう。みひろさん、あのちょっとお腹いっぱいになったから、あの後スルーってやめてください探さなダメなんですか確かに。なんだろうな、流行ってるの。でもすごいさ、可愛いカフェがいっぱいあるよね。そうっすね、うん、車です、後ろ。すごい、これも美味しそう。あ、ソウルティラミス、ティラミス、美味しそう。本当のティラミス食べてみます。はい、でもさ、これさ、すぐ食べるって感じ。すぐ食べる、すぐ食べる。もうお腹いっぱいでさ、よくないよね。よくないね。コスメもあるね、パックとかさ、いいですよね。私よく買ってたな。韓国にロケ行くことがまあまああって、その時に化粧品とかすごい買ってった。うん、うわすごっ、でかっ。いや、これはこれこれ、なにこれ、かわいい。あ、マカロンか。マカロン、こんなかわいいの。めっちゃかわいいですね。かわいい、すごい。めいちゃうね。みんなこれ、これやばいな。やば、これすごいね。人がすごいですね。めっちゃやっぱりさ、今日平日なのにさ、すごい人気だね。
まあでもまあいい時間帯にはなってきますから、ね、ちょっと涼しくなって。ね。3時のおやつ的な感じでみんな繰り出してる。やっぱこれよく見かけますね。ねえ、だから人気なのかもしれない。最先端食ったよ、私たち。ちょっと食べてみます？いや、いやだね、食べたわ。味知ってるし。はい、フラワーソルギだって。お餅の上にお花を白あんで丁寧に絞った。韓国初のデザート。お餅なんだね、これ。シューマイ。日本初上陸だって。お。プリンクルホットドッグ、どんな感じだ。ソーセージが入ってるのかな。ちょっと買ってみます。ね、これ行ってみよう。上陸ってことは、はい、だって最新ってことだよね。うん。見てみましょう。これ何ですか。あ、これもうまさに昨日テレビでやってた。ソトフクソトフクっていうなんかトッポギ揚げてるやつみたいな。トッポギ、あ。じゃあそれも行こう。もう結構売り切れが多いから人気なんですね。これってここで食べてもいいんですか。お。熱い熱い。ちょっと一回置いて。これがスプリンクルホットドッグ。おで、これがソトックソトック。ソトックソトック。食べよう。めっちゃ暑いよ。すごいチーズの匂いがする。熱い。こんな感じ。ポロンってしてます。いただきます。あっくい。ごちそうさまでした。チーズ、うん、この周りすごいチーズで、ね、ソーセージがめっちゃジュージュワジュワジューシージューシーよ。甘い、じゃあ甘い、うん、甘い、うん、チーズ、この粉のチーズがねすごい甘くてお菓子みたい。流行りソース、うん、これ女の子好きだわ、このチーズ感強め。チーズ伸びないけど、めちゃくちゃ濃厚。うまい。ちょっとあの三浦さん、あのさっきのところ熱すぎて携帯止まっちゃったんで、はい、ちょっと場所移動しましたが、初めて見ました、あの高温になったのでみたいな、はい、画面表示。じゃあこれはな、ソトックソトック。でかい。でかい。いただきます。チャルモンケスミだ。おいしいぞ。辛い。うん、辛い。辛いやん。ピリ辛、甘辛。でも結構ピリってくる。ね。トッポギ揚げてるの美味しい。あ、やっぱトッポギなんですね。うん。トッポギってさ、煮たりしてるのが多いけど、うん、なんかね、カリッとしてるの。めっちゃ美味しい。でもね、日本のお餅と違って、結構、あの、ドロドロにならないから、すごいね。餅の食感もありつつ、うん、柔らかくてもちもちです。餅の食感もありつつ、うん、柔らかくてもちもちです。
で、これね、ウィンナー、うん、まあ、あ、うまい。あ、うまい。これはね、お腹いっぱいでも食べれちゃう。おいしい。しかもこのソーセージ結構味が味がしっかりしてるよ。なんかバジル、うん、バジル系の味がする。うん、バジル？バジル系のなんか、なんていうのかな、ああいう葉っぱ。あ、香草？香草系の味がする。うん、そう。美味しいこれ。なんかやっぱあの新大久保来たけど、はい、結構いろんな種類のあのデザートとか食べ物とかやっぱどんどんなんか。違うのが出てきてますよね。なんかね、うん、あの最新のメッカだと思う。なんかだからこの1日や2日で流行りを見つけようっていうのは、うん、恐れ多いなと。1日じゃ無理。1日じゃ無理ですね。1日は足りない、うん、もうなんか見たい、入りたいお店が多すぎて、うん、あと食べたいものも多すぎて、うん、1日じゃあのパンパンになりすぎちゃうから、これはね週に2回か3回ぐらい通いたい感じ。だからほら、女子がさ、女子が新大久保大好きってよく言うじゃないですか、はいはい、その気持ちが私今日すごいよく分かった。もうなんかね、魅力的な店がありすぎてなんか止まらない。ほんとまた来ましょう。また来ましょうかね。ということで、新大久保で美味しいものとデザートをね、満喫した一日でした。ありがとうございました。また来たいと思います。はい、じゃあ私から、みんながチャンネル登録といいねきっとしてくれてるだろうから、私からのお礼です。みんないつもありがとう。じゃあね。チャンネル登録よろしくね。高評価、コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもとよろしくね。